皆さんこんにちは。こちらはケンウッド DP1001 です。このプレイヤーは同社の最高級システムコンポーネントケーズに含まれていた製品です。当時の定価はアンプとスピーカーと合わせて16万円でした。このプレイヤーには DAC7 が搭載されていました。 DAC7 は1ビットの DA コンバーターです。1ビットの DAC が出た時、マルチビットとの音の違いが話題になりました。1ビットは低音が弱いという噂がありました。このモデルの主なスペックは次の通りです。この中には音に関係する重要なスペックがあります。出力インピーダンスです。この数字は高級機とエントリーモデルで違いますから、こっそり差別化しているようにも見えるスペックです。1オーム以下という数字はほとんどのハイエンドを上回る圧倒的な性能です。今回はこの数字が本当なのか測定で明らかにしていきます。前回はこのプレイヤーを2台用意してメンテナンスする様子をご覧いただきました。今回はこのプレイヤーの測定結果と実際の音をご紹介します。それでは測定結果を見ていきます。まずは音色を決定づける周波数特性です。CD のフォーマット限界までフラットです。この CD プレイヤーには音色がありません。1ビットは低音が弱いという噂がありましたが、そのような傾向はありません。歪みを見ていきます。CDP101 は世界初の CD プレイヤー。VRDS はマルチビットの高級機です。オレンジが今回のプレイヤーですが、マルチビットの高級機との違いはわずかです。最大音量では DAC7 の方がわずかに有利です。点線は CD に焼く前のソース、つまりフォーマットの限界です。CD プレイヤーの実力は最初から限界に近いレベルにあって、伸びしろがあまりなかったことがわかります。ダイナミックレンジと直線性がこちらです。-80dB から直線を外れていますね。1ビットは微小レベルの再現性がマルチビットよりいいと言われていました。確かに最初のマルチビットより良くなっていますが、大きく改善したわけではありません。これは1ビットの波形精度がまだ十分でなかったためと考えられます。実態を見てみましょう。全く問題なしです。揺るぎなく安定しています。歪みもノイズも小さいですね。綺麗な出力です。インパルス応答を確認します。この波形は左右対称にエコーが見える形が理想ですが、若干違っています。これはローパスフィルターの特性によるものですが、この程度は全く問題ありません。問題の出力インピーダンスを見ていきます。2台で結果が違ったので両方載せました。G 付きの方は非常に小さいですね。平らなところで 0.5 オームくらいしかありません。出力インピーダンス1オーム以下というスペックは本当でした。CD プレイヤーでこれだけ低インピーダンスの機種はなかなかありません。これだけ小さいと、つなぐ相手が関係しません。何をつないでも、ロスなく忠実な伝送を実現できるでしょう。G なしの方は値がおかしいですね。G 付きと G なしは同じはずです。原因を調べてみます。ホットメルトのようなものがついています。前のオーナーがつけたのでしょう。リレーが怪しいので交換します。型番の OH は接点に金が使われていることを示します。
これと同じものは手に入らないので、互換性のあるリレーと交換します。さて、どうでしょう。変わらないですね。リレーが原因ではなかったようです。上流から信号レベルを調べていきます。カップリングコンデンサが怪しいので外して調べます。47マイクロファラッドの部品ですが、少し容量抜けしています。もう一個は11しかありません。損失係数も大きいですね。明らかに劣化しています。よく見ると足元が錆びています。電解液が漏れ出して錆びたように見えます。リレーを元に戻してコンデンサを交換します。コンデンサは大きいほど音質に有利なことが分かっているので、同じ容量の大きいものに交換します。さて、今度はどうでしょう。改善しました。これで終わりと思いましたが、低域のカーブが違います。G 付きより良くなってしまいました。今度は G 付きを調べます。コンデンサの容量が違いますね。こちらは33マイクロファラットです。これが低域のカーブの違いでした。低域で違うといっても 20Hz ではハイエンドと同じくらいです。どっちにしてもシステムコンポではありえない性能です。このプレイヤーの音を聞いてみましょう。今からお聞きいただくのは次の音です。1番は今回のプレイヤーです。2番のマルチビットはこちらです。20ビットのダックを4個搭載しています。今回は ABX テストをご覧いただきます。これは最初に A、B、2つの音をお聞きいただいて、次の X がA、B のどちらか当てていただくテストです。耳に自信のある方は、A、B どちらが DAC7 の音か当ててみてください。1ビットは低音が弱いのか、マルチビットと DAC7 に音の違いがあるのか、それではどうぞ。音楽室の
古いピアノにもたれて歌う。どうでしょう。今回もはっきりした音の違いはなかったと思います。以上の結果をまとめると次の通りです。1ビットとマルチビットの違いは微小レベルの直線性です。それも測定でわかる程度のわずかなものです。これで音が違って聞こえることはまずないでしょう。 DAC7 のような1ビットはマルチビットの安い代替手段でした。当時のマルチビットは微小レベルの精度がよくありませんでした。精度を求めると高価になって民生向けの製品に使えませんでした。1ビットで微小レベルの精度が改善されましたが、マルチビットより少しだけ良くなる程度でした。1ビットは低音が弱いという噂がありますが、測定で確認できませんでした。これは最初に1ビットを聞いた誰かの感想が定説になってしまったのでしょう。オーディオの世界には奇妙な噂話がたくさんあります。昔は雑誌が唯一の情報源でしたから、誰かが書いたことがそのまま定説になってしまうこともあったようです。ところで今回のプレイヤーは、出力のカップリングコンデンサーが液漏れしていました。高音になるわけでもない場所のコンデンサが劣化するのは考えにくいですね。念のため他のところをチェックしましたが、液漏れはここだけでした。これは出力インピーダンスが低いことと関係がありそうです。この CD プレイヤーは普通ならオペアンプでおしまいにするところにスピーカーを駆動できるくらいの強力なバッファアンプがついています。この出力をショートすると大きな電流が流れてコンデンサを傷める可能性があります。それにしても1オーム以下の出力インピーダンスはハイエンドにも見られないスペックです。このプレイヤーは音の評判がいいようですが、それにこのことが関係しているかもしれません。ご視聴ありがとうございました。